佐藤和夫と申します。今もう海域の横通りましたら、すごいクレーンが今当たってるのが何かなと思って言ってみました。海域の人に聞いてみたら、自動車でいう車検だそうであります。まあ、大きな車検は8年に1回、その間に4年に1回自動車の車検があるそうであります。どこまでやるのかなと思ったら、この専門のところにクレーンを使って運んで車検をゲット、そしてまた見られない。